ソンです。今日はお台場にあるダイバー怪奇学校という超怖いって噂のお化け屋敷に来ています。え、目黒に初めてのお化け屋敷をちょっと体験してもらおうかなと思っております。これお化け屋敷初めてって言ったじゃないですか。言ったね、あの10問10答の時にね。ね、お化け屋敷とか好きなの？お化け屋敷はもう好きじゃないですか。あー、言っちゃったね。でもそもそもお化け屋敷自体に人生ですが入ったことない。俺が本当に怖いのはガチなお化けで、これ実際見た感じいけんじゃないかな。いや、でもここはすごい怖いって噂されてるんです。超有名なんですよ。いや、なんでしょ、もうあっ、今の言葉聞いてする？全然怖くないですまあでも一人でなんかちょっとさすがに心細いじゃろうなと思ったので、ミスターお化け屋敷にね調べてもらおうかなと思うんですが、いいですか、山本さんお願いします。誰が楽しい？いやいや、もうそれはもうみんな、いやもう視聴者の皆さん、目黒だけでいいじゃん。楽しみです。さすがにね、目黒一人でちょっと寂しいよね。まあまあまあ、ちょっとまだ未知なところは。そうだよね、正直。え、この中だったら誰と一緒に行きたいの？まあそうだったらね、まあ他のみんなは多分お化け屋敷とか大丈夫だろうから、はい、俺らが入る前に先に左入ってくるな。ちなみに入れんすか？最初グーじゃんけんぽい。グーじゃんけんぽい。よっしゃー、いいなー。渡辺さん見て、ちょっとやばい。あれ、ちょっと本当やばい。翔太、前回俺お化け屋敷入るときにお前男見せろっつって男らしいとこ見せてやれよ。じゃ行ってきます。はい、行ってらっしゃいませ。今日は2人のために。はい、いいよー。マジ？おっ、待って、結構声聞こえないんですか、こっちに。おっ、成仏してください。成仏してください。断末魔来るから。というわけで2人戻ってきたんですけど、なんか翔太翔太はなんかいや、あれね、やたら翔太の声ばっかり聞こえたんだけど、長島、ああスパランドの時にジャンルが違うという。ああ、なるほどね。うちらもほら追って入ってるから中の様子はなんとなく分かってるし。マジで本当に腰抜けて、マジでこの中で3回ぐらいは尻もしついてお前こんなね、透かしてる場合じゃない。いやね、翔太君ちょっとビビりすぎっすよ。あー、なるほど、逆に逆にね。うわー、やだー。じゃあ、じゃあもう早速じゃあ行ってもらおうか。やばい、サスケの時より緊張してる。いってらっしゃい。余裕っしょ。いや、本当に嫌だ。急に嫌だ。やばい。おいおい、うわ、ちょ、やべえ、なんかいきなりめっちゃ怖くなってきた。やべえ、しっかりしろよ。じゃあ山本君、俺から離れないでね。どこ？あっち？あー、怖い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 。うわ、なんかいる。あ、なんだ、目黒くんって呼ばれた今。うわ、怖い、ここ行くの離れないで、山本くん。次あっちにいる。うわあ！うわ、めっちゃ長いやつじゃん、これ。
わ怖い怖い。ちょ、ヤマト君、また俺にくっついて。俺に、そう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 。よくここまで来た。お札を置いて。焚き火、焚き火、焚き火の前にお札を置いて。お札ぐっしょぐっしょ。そしてあの言葉を叫んで。なんだっけ、なんだっけ言葉。あ、そうだ。せーの、成仏してください。全然怖くねえし、すごいね、怖くねえし、別に師匠、さすが師匠、師匠、あの、ミスお化け屋敷が今、ファーストステージクリアしてる。ちょ、大丈夫？メグロ一個だけ言っていい？俺、メグロになんか死んでた。あっせよあっせ、あっせ。で、じゃあメグロは初めてね、お化け屋敷が入ったと思うんだけど、どうでした？まあね、余裕だとか言って入る前言ってたね、余裕だったよね。まあ、すいません、しゃべった。待って、行こう。じゃあ、で、目黒まだ余裕っすね。ああ、こっからだね、これ。俺が離れないでね。ああ、怖い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 、こっから怖い。200位枠だよ、今。離れないでやってたのに。次は自由。あ、いいね。あれ、ヒカル君離れた？ヒカルいる？あ、いるね。首、肩になんかついてる。でもまだでも目黒楽しそうだよ。もうなんか攻撃されてる。今のすごい。ヒカルどこ？だんだん目黒上着脱いでってるから脱がされてる、脱がされてる、脱がされてる。ぐっしゃぐっしゃ。おばほらほらほら、目黒ほらほら、何だっけ言葉。せーの、来るよ来るよ。おー、なんだ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 。なんだなんだ、なんかもう洋服ビロンビロになってない？あー、怖そう。おぉ、怖い。すげえ、悪い。おぉ、素晴らしい。いや、すごい。いや、メグロ超頑張ってるよ。頑張ってた。でも、ヒカルいた？え、あれ？入ってた？いや、俺が見えてたのは、メグロとこの背中にくっついてるマリモみたい。なんでメグロとマリモなの？前髪しか映ってないから。いや、本当に。まあ、またね、岩本さん、違うなんかね、お化け屋敷。やっぱ、それが男気を見えたら、もうそれで俺終わりだと思ってるんだけど。ミスターお化け屋敷。そう、だからミスターお化け屋敷の特技になってるカメラに映らない。俺こうやりすぎて、俺ここくっついたぞ。俺出てきた時ずっとこうなんじゃない。待って、ほんとやばい。あっ、やだやだ。大丈夫？大丈夫？本当やばいわ。大丈夫？本当やばいわ。本当やばい。本当やばい。顎いた、顎いた。大丈夫？成仏してください！
はいはいはい。夏も来るしね。夏も来るので。夏いいね。そう、夏いいじゃん。よかった。あ、今日は目黒おめでとうございました。頑張った。以上、スノーマンでした。よいしょ。第3弾お願いします。お楽しみに。